はいどうも、日々これ編集、さからぼっちです。今回なんですけれども、AO3 期試験にですね、出願しようか迷ってらっしゃる方がですね、もうちょっと詳しく教えてほしいという要望がありましたので、今回お答えする動画をですね、撮っていこうと思います。でね、早速なんですけれども、まあ、センター試験、皆様お疲れ様でした。出願まで AO3 期試験っていうのは、まあ、もう時間がないと思うんですけれども、私の方でですね、試験当日、どんな雰囲気だったかとか、どんなことを聞かれたかとか、どんな試験内容だったかとかをですね、今日はお話できればと思いますので、最後までお付き合いくださいということですね。まずですね、今年の AO3 期試験は、2月11日に実施されるようです。で、志願者が多い場合っていうのは一次選考っていうのがあるんですね。センター試験の点数とあと書類ですね、これで多分足切りとかがなされると思うんですけれども、僕が受けた当時ですね、5年前なんですけれども、2014年度ですかねは、大体一次選考の時点で4倍ぐらいでした。工学部なんですけれども、大体どこの学科も、工学部の中のどこの学科も4倍ぐらいの倍率でした。で、一次選考で、大体2倍ぐらいに落ち着くのかなというところでした。で、僕が受けたところも、まあ、ちょうど2倍切るぐらいでしたかね、僕が受けたところは。2倍切るぐらいの倍率で、二次選考、まあ、面接、小論文、それから、それだけかな、の試験がなされたということでした。で、今年、なんとですね、理学部でもですね、AO3 期試験を実施するんですね。僕が受けた、去年までは、理学部なかったようです。AO3 期試験というのがなかったようです。まあ、何かしらですね、大学側で AO で取る生徒に、こう、メリットを見出したんじゃないかなと思いますが、僕には多分メリットを見出すね。僕がデメリットでとして入ってしまったんですけどね。まあ、それはいいとして。今回ですね、これで AO3 期試験のことを話していくんですけど、まず出願に必要なものをですね、皆さんも揃ってますでしょうか。調査書。これが推薦書っていうことになるんですかね。学校の先生にお願いして発行してもらうものです。これはですね、もう、まだ取っていないという方はですね、今、早急に、先生にご連絡して、取れるかどうかっていうのは本当に時間ギリギリになってしまうと思うので、先生もいろいろ、推薦書を書いたりして大変だと思うので早急に取ってください。それから志願理由書ですね。これは、どうして、その学科を志望するのかっていうのを書き記すものですね。文字数は指定がなかったかなとは思いますけれども、用紙にはテンプレートがちゃんとですね、インターネットでダウンロードできるようになってますので、それで提出しなければいけないというふうに知らされております。活動報告書ですね。三つ目ですね。これはですね、例えば部活動だったりとか、いろいろコンテストに出たりとか、オリンピック、なんとか数学オリンピックとか、そういう活動を報告する、ものになってますね。これは志願理由書と同じようなテンプレートだったので、まあ文字数もですね、大体、まあ書くとしたら同じぐらいが望ましいのではないかと思います。はい。で、早速ですね、志願理由書について、僕がどんなことを書いたかっていうと、一般的な、皆様がお考えになる志願理由書と同じなんですけれども、まあ、なんでこの学科に行きたいのかっていうところと、その学科に入って何をしたいのか、で、何をするか、決めた後に、どうやってそれをやっていくのか、将来像みたいなところですね、将来の展望みたいなところを書いた気がします。で、僕はですね、具体的なところで言うと、なんていうんですかね、携帯電話の電波とかの研究をしたかったざっくりとですね、いう感じだったんですよ。で、その教授が著名な方がいらっしゃったので、その教授の下で学びたいですよみたいなところを書いた覚えがあります。で、その考えに至った背景っていうのも盛り込んでほしいなって思います。例えばなんで僕がですね、携帯電話の電波に興味を持ったのかみたいなところとか、どういうきっかけでそういう考えに至ったかみたいなところをちゃんと書いてほしいと思います。なんで書類として一番大事なのが志願理由書だったかなと思います。なんでかっていうと、これに沿って実は面接がなされるので、本当にですね、配点はいろいろあるんですけれども、まあ志願理由書っていうのは大事にしてほしいなと思います。今ですね、もう完成してしまったっていう方も一度出す前にですね、遂行していただいて、自分が本当にこれで面接で喋れるのかっていうところですね。それから突っ込んでほしいところみたいなところも書いておいてもいいかもしれません。それに沿って質問がされるかもしれないですからね、答えやすいかもしれないです。準備をできるかもしれないです。はい、ということで準備するものは調査書、志願理由書、活動報告書というこの3つですね、必ず忘れないように出すようにしましょう。締め切りがですね、1月25日と書いてありましたので、僕はですね、20分前に締め切りの消し印の20分前に提出して、非常に焦った思いがありますので、こちらですね、余裕を持って準備してください。はい。それからですね、募集要項にも書いてある通りで、本学を第一志望とするものが条件になってるんですね。なので基本的には合格した場合は東北大学、この受かった栄養試験で受かった学科に入学することが前提であるというふうに書いてあります。それからですね、配点なんですけれども、僕工学部の情報しか得ていなかったので、基本的には面接と小論文と書類審査のこの3つで配点があるんだろうなと思ってたんですけども、どうやら違うようです。学部によってですね、学科によっても、基本ちょっとこう配点が異なったりとか、試験
内容が異なるというようです。例えば工学部だとその3つで、各々100点ずつなんですね。書類、面接、小論文みたいな感じでですね、筆記試験っていうのかな、小論文じゃなくて筆記試験っていう表現をするみたいですけれども、100点ずつあるんですが、面接だけで300点だったりとか100点だけとか、そういう学科もあるみたいなんで、その内容はね、注意していただければと思います。まあ、基本的には面接はあるようなので、まあ、志願留書は大事にしてくださいっていうところですね。で、それから募集要項にですね、センター試験の成績が優秀で、かつ、柔軟性、発想力、コミュニケーション能力がうんたらって書いてあるので、まあ、これを噛み砕くとですね、まあ、基礎学習ができていて、まあ、なおかつ将来の自分のやりたいことに対する展望もありますよっていう学生を取りたいっていうことですね。この募集要項から読み取れますので、まあ、自分がやりたいことがある方っていうのは、そしてなおかつセンター試験が取れたっていう方は、一度トライしてみる、価値があるんじゃないかなと思いますので、東北大学が第一志望っていう人はですね。で、もう、僕はですね、なんでこの栄養試験をですね、センターが終わってから受けようと決めたかっていうと、僕、私立大学をですね、1校しか結果的に受けなかったんですよね。で、もう1校は、大雪で行けなかったっていう条件なんですけれども、後がないと、浪人した後がないと。で、前期、後期って出すんですけど、もう4つしか受験しないっていう風になってたんですよね。で、もう第一志望が東北大学だったので、もう、チャンスは多い方がいいだろうということで、出すように決めました。なので、まあ、一番皆さん気にしてらっしゃるのが、センターの得点率、出す人ってどのぐらいなんだろうっていうところがあると思うんですけれども、僕がですね、予備校でですね、浪人生の同じクラスの状況を見ていると、同じ英語3期に出した人を見ていると、8割ちょっとで受かってる人もいましたし、もちろん9割っていう人もいました。9割で、まあ、余裕で受かったよ、みたいな人もいましたし、それぞれかと思います。で、学部学科にもよると思いますので、なんとも言えないんですけれども、工学部の場合は大体そんなような状況でした。はい。ということですね。僕は86% で出して、合格できたというところでしたね。で、工学部にですね、出す方で、僕がですね、僕が工学部に出したので、工学部の内容をちょっとこう話していくみたいな流れにするんですけども、当日の試験のお話ですね。で、試験内容もですね、先ほど話した通りで学部によって違いはありますよと。で、工学部が多分一番小論と面接と書類審査って言って一番項目が多いと。で、書類審査なんですけれども、まあ、これは先ほど言った通りでですね、先ほど出した3点セットみたいなもんですね、志願理由書と、調査書と、活動報告書、これで評価されると。活動報告書については、僕は部活動だったりとか、確か浪人のことも書いた気がしますけれども、これは人それぞれかと思いますので、言及はしないようにいたします。大事なのは志願留書ですよ、何度も言いますけれども、これで面接とセットで考えると、100点なので、面接と志願留書っていうかセットで考えると200点分の配点があるわけなんで、これは大事にしてほしいなと思います。はい。で、調査書とか推薦書に関しては正直よくわかりません。どういった審査をされているのかわかりません。例えば母校の偏差値が10違うところで、評価がこう、なんていうんですかね、じゃあ例えば75の偏差値の学校でオール5を取るのは大変なわけじゃないですか。正直ね、いろいろあると思いますけど。で、その10偏差値違うところでオール5を取ったのと、価値がどう変わるのか、でも大学の先生は偏差値とか知ってんのか、そもそもっていう問題もあるので、いろいろちょっとあると思うので言及は避けます。はい。ということでですね、当日ですね、まず小論文の試験から始まるわけですね。工学部の学生は筆記試験という名目ですけれども、僕の時はですね、これは言ってもいいだろう、英語の小論文を読んで、筆記試験みたいな問題ですね、例えば二次試験の筆記試験みたいな問題があって、で、各々こう項目に答えてはいくんですけれども、そんなに質問は多くなくて、一番重要なのは、最後にですね、英語の小論を読んだ後に自分の考えを書き記すっていう項目があったんですね。質問があったんですね。で、そこで例えば僕の場合だと、志願理由書に書いた内容と矛盾がないように、一貫性を持たせるように、将来やりたいこととか自分の考えっていうのを書き記しました。で、文字数なんですけど、あんま覚えてないんですけど、結構多かった気がしますね。原稿用紙1枚程度ではなかった気がします。もうちょっと多かったかなっていう実感です。はい。ごめんなさい、あんまり覚えてないんですけれども、試験時間はだいたい1時間だったかなと思います。僕は15分遅刻してしまったので45分間だったんですけれども、それでも書き切れるような内容ではありました。いろいろですね、自分がやりたいことっていうのを小論文の試験の前には深めていってほしいですし、知識っていうのもね、ある程度必要かと思いますので、ここはですね、自分がやりたいことに関しての知識っていうのも深めていってほしいなと思います。はい。ごめんなさい、9分以上喋ってしまったんですけれども、まだまだちょっと喋り足りないことがあるので、まだまだお付き合いください。最後ですね、面接ですね。東北大学英語3期入試は、どこの学部でも面接が課されていると。で、工学部、僕が受けたところだと、大体15分から20分程度の時間で面接がなされました。で、雰囲気なんですけど、結構気になると思うんですが、圧迫の雰囲気は僕は全くありませんでした。もちろん面接官にもよると思うんですけれども、むしろですね、この人の元で、勉強したいなって思うぐらい、とても親切な、質問をしてくださるんですね、皆様ですね。で、面接官が僕の時は3人いました。3人対僕1人みたいな感じで。で、各々の面接官で、大体3回ずつぐらい、2回、3回ぐらいずつですね、質問がなされていくと。オーソドックスな面接です。まずですね、自己紹介をしてくださいです。
ですとか、自分の学校を言ってくださいとか、将来やりたいことって何ですかとかって言った後に、あの志願理由書を元にですね、あのこう書いてあるんですけど、なんでこうやりたいと思ったんですかとかですね、それからですね、あの求める人材っていうところが募集要項に書いてあるんですけども、これは工学部の例を出してますね。あの科学技術についての知識、コミュニケーション能力、独創性やひらめき、学問や研究に対する熱意や積極性、視野の広さや倫理観等について評価いたしますと書いてあるわけですね。まあ、あの基本的にはあの非常にですね、いい面接だと僕は感じたんですけれども、この項目、人材の募集要項に書いてある項目に沿った質問が合理的に出されたなと僕は感じたんですね。まあ、どういうことかって言いますと、まあ、まずですね、あの知識ですね、科学技術に対しての知識っていうのは、まあ、あのこれはですね、あのどのぐらい知識持ってんのかなっていうのを志願理由書に書いてある、その、まあ、例えばしたい研究のですね、まあ、これってどういうことなのぐらいはざっくり聞かれるかなっていうところで、コミュニケーション能力っていうのは、まあ、これはあの質問とかそういうところではなくて、多分面接態度ですとか話しぶりっていうところかなと思います。僕は、ね、なるべく楽しそうに喋ることを心がけました。本当にこの学生はこのことをやりたいんだなって思わせるような雰囲気作りを心がけました。で、独創性やひらめきっていうのが、まあ、これはですね、あの具体的に何をしたいかにプラスした質問みたいなところですね。例えば自分がこう、あの何々の研究をしたいですって言ったら、その研究をもとに将来、あのさらにどんなところに貢献していきたいですかみたいなところが質問されたと思ってました。で、あ、まあ、実際にされました。で、あの学問に対する熱意や積極性っていうのが、これはですね、あのどうやってその学問を今後自分のなりのやり方で学んでいきますかみたいなところで質問されたかなと思いました。で、僕だと、ここはですね、じゃあ、まあ、あの準備していったというか、ちゃんと準備していったところでしたね。その学問を、まあ、どうやったら自分は吸収できるのかみたいなところはちゃんと準備していったので、まあ、そのまま答えました。で、まあ、あのこういうのに参加して、あの例えば具体的にこういう大会に参加して成果を残したいだとか、こういう研究の発展に貢献したいだとか、そういう目標をですね、ちゃんと持っておくことが重要かなと思います。で、最後に、あの視野の広さや倫理観っていうところですね。これはですね、あのこれについてどう思うみたいな、まあ、時事ネタとは言わないんですけれども、その志願理由書に書いたあの内容のですね、ちょっと発展的なところで、まあ、これどう考えてますかみたいな感じで聞かれた気がします。で、プラスですね、僕だったら、まあ、あなたがおっしゃった、例えば僕だったらですね、あの、他の学部と共同していろんな研究をしていきたいみたいなことを言ったんですよ。で、確かアピールしたのが一番コミュニケーション能力だったので、まあ、あの、コミュニケーション能力を活かしてですね、いろんなところと共同して、あの、研究をしていきたいみたいなことを言ったんですけど、そこを今おっしゃっていただいた、あの、どこどこと研究するっていう以外にも、あの、どこどこと、どこかと研究できないですかねみたいな感じで聞かれて、ああ、そうですね。であれば、他の学部で、まあ、例えば、あの、文系の学部ですけれども、こういう知識を共同して共有して、どんどん何かやっていけるのではないかなみたいな感じでざっくり答えました。ざっくりっていうのは今のことなんですけど、まあ、ざっくりですね、答えました。まあ、そんな感じでですね、具体的には志願理由書に沿って質問がなされますので、まあ、準備はしやすいと思います、正直ですね。で、もうごめんなさい、僕が喋った内容が全てっていうわけでは全くございませんので、もちろん面接官にもよると思いますし、自分の書いた内容にもよってくると思いますので、まあ、なるべくですね、答えられるようにですね、準備を、しておくのがいいかと思います。で、この AO 3期試験なんですけれども、合格発表がですね、いつになってますかね、ごめんなさい、募集要項を見ながら喋ってたんですけれども、結構遅くなってしまうんですよね。僕の場合も中旬ぐらいだったと思います。2月、試験の5日後とかぐらいに発表されたと思いますので、まあ、もう2次試験まで2週間もない時に発表されるわけじゃないですか。なので、2次試験の準備っていうのもですね、怠らずやっていただきたいなと思います。基本的にはAO に出したからといって、まあ、2倍の最後倍率があるわけじゃないですか。で、一時足切りになるといっても、それまでそわそわはしてしまうんですよ。で、一時足切りが、2月7日って書いてあるので、もう20日ぐらいセンター試験が終わってからですね、時間があるんですけれども、この間そわそわしてしまうとは思うんですけれども、きっちりですね、落ちる前提でですね、二次試験の準備をしていただきたいなと思います。僕はですね、まず AO3 期に出すまでに、5日間書類を完成させるまでにみっちり、時間を取ってですね、その後インフルエンザにかかってしまったということで、だいたい10日間ぐらいは無駄にしてしまったんですよね。まあ、AO で受かったので無駄とは言わなかったですけど、インフルにかかった期間は紛れもなく無駄であったということでですね、二次試験に対する不安というのはものすごくありました、正直ですね。なので、そわそわしてしまうと思うんですけども、きちんと二次試験で受かる前提で AO 試験というのも出していただきたいなと思います。で、二次試験の対策をですね、きちんとしてきたようですとか、もしくはセンター試験が取れたよという方は、チャンスが多ければいいと思いますので、まあ、なるべく
べくですね、こう出願を出していただきたいなと思います。僕の、まあ、考えを言ってもしょうがないんですけれども、80何パーとか取れた人は出してみる価値はあるんじゃないかなと思います。あっち気になったら別にそれでいいじゃないですか。まあ、とりあえず出してみるっていうのも大事かと思います。ということでですね、栄養試験ご検討の皆さんですね、参考になれば幸いでございますけれども、何かわからない点ですとか、そういったことがあればコメントいただければ、なるべく時間が許す限り返信はしたいなと思ってますので、ぜひともですね、今後、二次試験等、あると思いますが、頑張ってください。以上です。